はい、どうも皆さんこんにちは、むけんです。魔王カーニバルね、このガチャで3回目ですかね、このシリーズは。魔王カーニバル、まあ2、3ヶ月に1回ぐらい、どこでもモンパレで開催されてるんですけどね、1日1回、SS モンスター確定分ですね、1万円分ぐらいね、この前日ぐらいかなに課金したり、あとはねストーリーでジェム結構たまるんで、それでね2、3000ジェムぐらいた感じですね。はい、じゃあ初回は、バルバロッサかな、これ名前はですね。はい、バルバロッサ出ましたね。まあ、こいつはねインテラでしたっけ、インテか、まあサポートで使うような感じになりますね。まあ一応 SS なんですね、 S ぐらいのイメージではありますけど、まあ SS ということで、まあどうなんですかね、まあ当たりの外れではあるんですけど、まあね魔王系が言っちゃよかったんですけどね、の星付けか、星付けっていうかプラスをね、まあ、星1、星2ぐらい、ね、っていうかレベルか、モンパレの場合はレベルが上がるんですね。ブラッドソードがね、ほんと6本、7本目ぐらいかな。まあモンパレもね、どこでもモンパレずっと課金してるわけじゃなくてね、今トータルで多分3万ぐらいしか、課金してないですかね。2万か3万か、どっちかですね。まあ魔王カーニバルの時ね、前回課金した気がするんで、まあそのぐらいですけどね。はい、じゃあ、そろそろ終わりかな。まあね、フレンドさんとかね、SS が2回出たりね、確定分とそれ以外出たりしてたんですけど、私はね、引き弱っていうことで、なかなかね、当たんない。次はちょっと期待して、あー、ブラッドソード、2本目ですね、今回のガチャで。まあ、複数ね、当たることもあるんですけど、もう、結構レベル上がりそうだけどね、こんだけ当たったら。はい、じゃあ今回ね、バルバロッサが出たと。前回がドラゴンのあいつでしたもんね。もう初回、最初の方からあるドラゴンでしたもんね。で、まあこいつに関しては、まあ今ピサロキャンペーンなんですけどね、ピサロ持ってる人はまあたまにね、マルチとかで見る感じですけどね、欲しいとこなんですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。また明日もね、紹介したいと思います。はい、失礼します。